はい。それではマヤを起動しましょうか。ダブルクリックしました。実はですね、非常に起動スピードが、高速化されています。はい。それでは、シミュレーションの機能をちょっとご覧いただこうと思いますけども、ファイルを最初に読んでいきましょうか。まずはこのデータからいきます。はい。こちらのデータすでに、クロスの設定がされていますね。N クロスになります。シミュレーション中ですね。ここで、コンソール A がかけてあるんですけども、まあ、この程度のジオメトリであれば、リアルタイムで動きますね。これではつまらないので、少し、パーティクルをですね、N パーティクルを作成したいと思います。N パーティクルを落とします。そうするとですね、もう一回いきましょう。クロスがですね、パーティクルで、まあ、たわんでいるのがわかると思います。さらに、クロスの方を動かしましょう。よいしょ。クロスを、おっと、クロスを動かしたいんですけども、クロスを動かすと、パーティクルの方も、反応しているという状態ですね。双方の、物体がですね、こう、干渉し合いながら計算をしていると、相互で計算ができるというのが、このマヤの、シミュレーターの強みですね。はい。ちょっと待ってください。さらにですね、パーティクルの方を選択して、こちらの方に少しスティッキネスというパラメータがあるんですけども、これを付け加えていくと、こう崩れないパーティクルですね。こういったものも簡単に作れます。またスティッキネスを0に戻しましょう。そうするとまた下の方へ崩れていくと。はい。さて、次は、この辺にですね、コンソレインをかけてみます。このコンソレインは、はい、このコンストレインは、先ほど選択した頂点ですね、その部分で力がかかるとこう破れるといったですね、コンソレインですね。こういった、破れる強さ、どういったテンションがかかったら破れるといったですね、数値での設定も可能となっています。それでは、次のデータいきましょうか。こちらのデータですね。はい、この今、木が中心にいますけども、この木の葉っぱ、これ実は N クロスになっていますね。こちらはアニメテッドの、サンプルデータとして提供しています。はい、シミュレーションを開始すると、このように、空気抵抗をですね、計算をしながら舞い落ちるようなエフェクト、こういったものも可能ですね。さらにこの状態で今、シミュレーション中ですね。風速のパラメータちょっと上げてみましょうか。空気抵抗を計算しながら、やはり、まあ、飛んでいくといったエフェクトもできますね。はい。よいしょ。風速を元に戻して、今度はまた計算をします。重力をですね、0に持っていけば無重力状態ですね。こういったものもできますね。さて、次のデータなんですけども、空気抵抗以外に、これはですね、今、チューブとして設定をしたんですけども、計算かけます。はい、ちょうどですね、風船がしぼんだような状態なんですけども、圧力といったパラメータがあって、これをですね、プラスの方向へ持っていくと、パンとですね、張りが出てくるような感じですね。ここのパラメータ圧力を自由に設定すると、もっとこう空気を入れていくような感じですね。パンパンにどんどんなっていきます。これをまた、戻していくとしぼんでいくと、こういったエフェクトも簡単にできますね。はい。で、この辺の頂点ですね、すべてつまんでみましょう。先ほどもやったコンソレインをかけてみます。これをすることによって、風船をですね、破くといったことも簡単にできちゃいますね。と、次ですね、こちらは今、設定してある質感としては、硬い物体、ちょうど金属に近いようなパラメータ設定を今しています。これをですね、これから潰していこうと思います。リアルタイムで潰します。こんな感じですね。はい。このような、
ようなですね、柔らかい物体以外にも、こういった、硬い物体ですね、シミュレーションも得意としていますね。